も、医師免許を持ってる芸人、シュンシュンクリニック P です。足夏も1週間の方々とコラボさせていただいてます。前回もやったので、今日は2本目という感じになります。はい、まあ、前回脳梗塞の話とか、ちょっとお聞きさせていただいて。うん、そうですね、はい。で、あの、ちょっと聞きたいのがあって、まあ、その足夏にも聞きたいんだけど、今、地域の埼玉の一般のクリニックで働いてて、結構、高齢の方も見てるんですよ。で、その中で、主治医意見書っていうのを書いたりとかして、それをもとに、おそらく市役所だったりとかが、要支援とか要介護っていうのを決めるんですけど、うんうんうん、今、おじいちゃんって、要介護3で。3で。正直、めっちゃ正直に言うと、書いてるけど、あんまり実は、その、要介護の段階とかが、それ決めるのは市役所とかの方で。そうですね。医者側がそんな分かってなかったりするんだよね。そう、実際の、そう、どれぐらいの、もしかしたら俺だけかもしれないんだけど、やっぱ訪問診療されてるお医者さんとかは、こうやって現場を見たりとかってなるけど、うんうんうん、本当に病院だけ勤めてるとか、あとは自分のおじいちゃんおばあちゃんとかで介護とかの経験が なかったら、うん、多分現場の感じの雰囲気って正直分かんなかったりするんだよね。そのなんか足なす的にそのどういう段階でこう要支援とか要介護になったりとか、なんかその大変さとかサービスとか、そういうところってなんかあります？そうですね。だからおじいちゃんが、要介護最初認定されたのが2か。それは脳梗塞後、その前から脳梗塞後っすね。あ、じゃあそれまでは全然そういうのもやってなかったんだ。やってなかったっす。だからもうほんとだから自転車乗れてたんで。そうかそうかそうか。全然別に気にせずやってたんですけど。まあそうだな、だったらチェックポイントないもんな、確かに。そうそうそう。主治医。だから、めっちゃ多いって聞きました。僕もそれこそ YouTube でいろいろ聞きましたけど、うん、要支援12、要介護12、3、4、5、6っていろいろありますけど、一撃で要介護3、2とかに行く。もう3はもう、あの、一人じゃ生活できないっていうレベルぐらいなんで。で、最初2になって、要介護。それも、めっちゃずるい話しますよ。うん。おばさんがもともと介護にちょっと、あの、噛んでた。噛んでたってマジで。悪いことみたい、本当に。おばさんが介護所やってた時期があるんですよ。介護のお勉強かなんかアルバイトみたいなしてた時期があって、それで聞いたらしいんですけど、要介護だ要支援の時は、もし入院する機会あったら、入院か退院した瞬間にしてもらった方がいい。ケアマネージャーさんに検定みたいなのがあるんですけど、それが。で、家でやっちゃうと、家である程度生活できちゃう、落ちちゃうからなんて。なるほど。本当に多分あんまりこれ言わない方がいいことなのかもしれないですけど、まあ、全然いいんですけど。でも実際リアルなその時の生活で判断するから、そう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 、退院後の方がそういう判定になるだろうね。病院ですよ、退院後って。もう直後。退院する瞬間にケアマネさんに来てもらって、診断してもらう、判断してもらう。あ、なるほどね。が一番いい。って言われて、じゃあそうしようか、つって。で、おじいちゃんも結構、病院、コロナだったから、面会できないんですよ。いろいろ情報だけ聞いてて、繊毛が起きてるとか、ちょっと。急に他の人のシーツと取り替えて洗濯を探して夜中さまよっちゃうとか、いろいろあったっていう。ご飯食べれないとか、歩けないとか、いろいろ聞いてたんですけど、お願いだから、ちょっとだけ元気じゃない感じで来てくれと思ったんですよ。変なことですよ。支援があるから、うんうん、介護の2と3全然違うんですよ。いや、でも本当にその、介護されてる方はそういう気持ちになるんだと思う。はい。絶対。2と3じゃ本当にもう運命の差なんで。どんな感じで違うの、それは。まず保証額が全く違いますね。なるほど。例えば、月額で、10万円ぐらいは、保険内1割で1割負担でできますよみたいなやつが、うんうん、本当1円でも超えたらその1円が10割負担なんですよ。その2の場合は、2の場合はそうそうそう、はいはい、それが3の方が全然割合的には多い。ちょっと余裕を持って。だからこれって本当に介護度2の人ってめちゃくちゃいるんですよ、うん、めちゃくちゃいるけど、はいはい、1人で生活ちょっとだけできるだけでもうかなりしんどいと思います。もう YouTube の視聴者もそうですし、僕自分で調べて、動画とかも拝見しましたけど、いやもうこれ、この保証額じゃもう無理じゃん。なるほどね。どう考えても無理じゃんみたいな。一緒にいる人も心中とか、そういう選択肢取っちゃうことになるわって、これ、それこそ1年2年とかだったらまだしも、1年2年も長いですけど、20年30年。ずっとそれをやるって、それ頭おかしくなっちゃうわなって思うぐらい、なるほど。2と3じゃもう運命の差なんですよ。だからおじいちゃんが、ちょっとだけ、あんま良くないですよ。元気じゃない状態で来てくれって思ってて、足なさんって聞こえて、たまったと思ったら、普通に杖ついて、こうやって。ほんとにじゃん。入院した時の服着て、こうやって、あ、すいませんって。歩けるんで、歩けるは歩けるんで、麻痺してても。
なぜかで2になっちゃいましたね。あーで3にはどういう感じで、まあ、コロナです。コロナになってあのもう身体的に大変なことになっちゃって、そうかそうか、悪化してここで転んで、僕は気づけなかったんですけど、立ち上がろうとしてもがいて爪全部剥がれる、足の爪、うん、足の爪剥がれるわ、皮膚のから肉見えちゃうわ、もうほんと大怪我して救急車呼んで事情説明したら、すいません行けませんと、コロナだから。なるほど。一回こっちもうコロナ確定しちゃってるんで、うちの病院でやってるしみたいな、別の病院だったんですけど、それは言われて、僕がもう泣きながらそれをやってみたいな時があったんですけど、その時だいぶ体が弱っちゃって、一気にガクンと、でコロナ終わって病院行って、まあこの爪とかもいろいろ綺麗にしてもらって、あ、これ処方全部お孫さんがやったんですよ、すみませんねみたいなこと言われて、うんうんうん、でやったはいいけど、綺麗になったはいいけど、本当にもう歩けなくなっちゃってるし、うんうん、ご飯も食べなくなっちゃってるし、笑わなくなっちゃってるし、これはちょっとやばいなと思って、そしたらケアマンさんが一回介護申請しておきますかって言って、うんうん、したら、なるほどね、そこで3になったのか。そうその時はお医者さんにあれで俺またなんかちょっと書いてもらって、あとは他の人に判断してもらってとかって、多分僕はもうケアマネさんに渡して、ケアマネージャーさんがお仕事で多分俊平さんみたいな方にサインをもらいに行くような形だと思います。なるほど。あ、でもちょっとなんか聞けてよかったわ、はい、正直現場のことってあんまり知らないまま、それに沿って今の病状はこんな感じですよとか、うんうんうん、あとはまあもう実際に家族にお聞きした感じで、まあ、自立歩行してるのかとか、はい、車に使ってますとかでチェックとかってのしていくんだけど、はい、実際のこの生の声を聞けると、あ、こういう感じなんだとか、2と3で運命なんだみたいな、はい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 、そういうのが聞けたからすごい良かったなと。で基本的に、まあ、おじいちゃんは正直言うとあんまり よく分かってないです。うん、本人はよく分かってないかもね、もしかしたら。でも介護って本人の意思めちゃくちゃ尊重するんですよ。本人が絶対デイサービスに行きたくないって言ったら連れてっちゃダメなんですよ。あ、なるほどね。あの玄関入ってきた時、柵あるじゃないですか、うんうん、あれって僕もともとおじいちゃんを家から出したくなくて、うん、あれをああいうのなんか柵みたいなのつけようと思ったんですけど、軟禁剤に当たっちゃうんですって。へえ。家から家の扉から離したところに柵とかやって人を出さないようにする、軟禁剤に当たっちゃうらしくて、で介護施設の方にそれはできませんと。はあ、はあはあ。おじいちゃんがまだ元気、頭は元気で体が動かなくて、はいはい、家の前で3回ぐらい転んで、救急車も 何回も呼んでる時あって、本当に嫌でそういうの考えたんですけど、そしたらあれやりましょう、うん、あれ伝ってトイレも行けるし、あれちょっと上げるのおじいちゃんじゃ難しいみたいな、なんかいろいろこう騙し合ってでも全部それはもうおじいちゃんのためにやってることなんですけど。なるほど。そういう方が俊平さんの視聴者の中にも多分いらっしゃると思いますけど。いると思う。めっちゃ世の中でもいっぱいいるというか。そうそうそう。意外とさ、あの認知症の方とかを見たりするんだけどさ、はい、そういう時にあんまり、もう俺自身もそうだったけど、あんまり皆さんも介護初期だったりするとあんまり分かってない人もいるよね。要支援、要介護とか。そうですよ。僕もそんなよく分かってないです。そうだよね。そのやっぱり開業のクリニックで働いて分かったもん、そういうのって。あ、そういうのがあってみたいな。そうでもこれから高齢化社会だから、もっとみんなが知っとかなきゃいけないことではあるもんね。俊平さん、日本に100歳以上の人が何人いるか知ってます？1人。いや、おじいちゃんだけかい。おじいちゃんだけになっちゃうじゃないかい。何人ぐらいなんだろう。そんこれはお医者さんに知っといてほしかったな。そうだな。これは1万人ぐらい。1万人7万人いるんですね。へえ。さすが1万人って答えるの、さすがですね。さすがお医者さんですね。いや、7万人もいるんだ。すごいね。この前テレビでやってて、ラーメン屋でラーメン食ってて、テレビでそれやって、僕以外の3人カウンター並んでたお客さん同時に「えっ？」って言ってました7万人いんの。100歳以上7万人いるんだ。で、一番多いのが宮城ですかね。宮城、なんか東北の方だって気がするんですよ。やっぱりじゃあ宮城出身だし、長寿の遺伝子があるのかもしれないですね、うん、もうだからそれこそ相当も高齢化社会っていう。いや、でも本当に要支援要介護の話聞けて、はい、いや、マジでありがたかったです。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます、はい、ということで、この動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、早いな。あ、ありがとうございます。動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。